北ホール、島根県浜田市、新潟県糸魚川市、長野県中田市の皆様に毎年ご参加いただいております。雪広を演じますのは、浜田市市議会議員産業建設委員長の小瀬浩二様です。六号機関機、吹き流しの後に登場しますのは、八代藩主、真田幸平です。松代藩の中高の子として生まれ高く、戸田の大名としては、いろいろ老中に抜擢され、高校の改革を支え、ペリー来航時は海防係として、江戸川造女の責任者を務めました。佐久間造山が、多くの人材を登用しています。起業いたします八代藩主真田幸平は長野グリーンシーライオンズクラブ会長の吉村正幸様、佐久間造山は株式会社ホンダカーズシナの代表取締役西谷良三様です。続きまして登場は十代藩主真田幸元です。17歳で松代藩十代藩主となり、御神経層にも参加しました。藩籍増産により松代藩知事となりました。起業いたしますのは松代町金融班長野信用金庫松代支店支店長小松博之様です。続いて手作りの甲冑で参加の松代甲冑隊の皆様です。松代甲冑隊の皆様はホストピン街、ロッチの生徒が甲冑製作に届けに、実際に着用できる高級材の高級技術と言われる、全力甲冑は厚紙と紐を使い、本物と同じ工程で作りました。甲冑製作を通して、郷土の文化、歴史への理解を深めるとともに、真田十万石祭りをはじめ、信州松代の地域振興のため、活動している皆様です。本日の行列に使用する赤甲冑十両は、松尾甲冑隊が製作したものです。続いては手作り甲冑で参加の松代甲冑隊の皆様です。松代甲冑隊の皆様はホストピン街、
組織の生徒が甲冑製作に取り組み、実際に着用できる等身大の統制不足といわれる全国甲冑を諦めて紐を買い、本物と同じ工程で作りました。甲冑製作を通して高度の文化、歴史への理解を深めるとともに、体十万石祭りをはじめ信州松代の地域振興のため活動をしている皆様です。本日の行列に使用する赤甲冑十両は松代甲冑隊が製作したものです。また八代南高校の生徒さんが自作の甲冑で4名参加しております。ただいま7期生を募集しており、今後も甲冑製作に取り組んでまいりたいと思います。続いて登場いたしますのは全国武将憧れ隊の皆様です。この際にご参加の皆さんは歴史好きの皆さんで、衣装も自前で参加してくださいました。皆様をご紹介いたします。埼玉県からお越しの峰広文様、米沢祐樹様、秋池直文様、群馬県からお越しの野村秀夫様、赤井義雄様、清水孝夫様、坂本智孝様、山梨県からお越しの大塚直樹様、愛知県からお越しの久保俊也様、近藤純一様です。
真っ白より回向柱が新本にされております。今回の回向柱は真っ白町西条地区中村神社の樹齢200年を超す杉の木が選ばれました。先頭を歩きますのは中村神社大総代宮入り一郎様。回向柱を栄光いたしますのは中村神社の皆様と長野市消防団第4方面隊真っ白ブロックの皆さんです。回向柱の両脇に付き添います職人隊は高田木材株式会社の皆さんです。今回は時代行列の構成上一般の皆さんのご参加はご遠慮をいただいております。続きまして登場は六代藩主真田幸宏です。13歳で藩主となり藩財政を健全化するため女の寂しさを勝手がかりに動揺しました。また俳句は書画や文学にも造詣が深い藩主でした。この際は下級者の歌を通じ真っ白と都市交流を続けている島根県浜田市、新潟県伊東山市、長野県中野市の皆様に毎年ご参加いただいており、幸宏を演じますのは浜田市市議会議員団道建設委員長瀬健治様です。六号戦記徳永氏の後に登場しますのは八代藩主真田幸宏です。真っ白藩の重厚の祖として誉れ高く、戸様大名としては異例の老中に抜擢され、天保の改革を支え、ペリー来航時には解放係として江戸湾防御の責任者を務めました。佐久間象山が多くの人材を登用しています。起乗いたしますのは八代藩主真田幸宏は長野グリーンシティライオンズクラブ会長の吉村正幸さん、佐久間象山は株式会社ホンダカーズシナの代表取締役西名良造様です。続きまして登場は10代藩主真田幸宏です。17歳で松代藩10代藩主となり戊辰戦争にも参加いたしました。藩籍奉還により松代藩知事となりました。起乗いたしますのは松代町金融団長野信用金庫松代支店支店長小松博之様です。続いては手作り甲冑で参加の松代甲冑隊の皆様です。松代甲冑隊の皆様は発足以来同期の生徒が甲冑製作に取り組み、実際に着用できる等身大の統制不足といわれる全国甲冑を厚紙と紐を使い、本物と同じ工程で作りました。甲冑製作を通して郷土の文化、歴史の理解を深めるとともに、真田十万石祭りをはじめ信州真っ白の地域振興のため活動している皆様です。本日の行列に使用する赤甲冑重量は真っ白甲冑隊が製作したものです。また八代南高校の生徒さんが自宅の甲冑で4名参加しております。ただいま7期生を募集しております。今後も甲冑製作に取り組んでまいります。続いて登場いたしますのは全国武将憧れ会の皆様です。この会にご参加の皆さんは歴史好きの皆さんで、衣装も自前で参加してくださいました。皆様をご紹介いたします。埼玉県からお越しの峰博文様、米沢雄貴様、秋池直文様、群馬県からお越しの野村秀夫様、赤井義雄様、清水孝夫様、坂本智孝様、山梨県からお越しの大塚直樹様、愛知県からお越しの久保俊也様、近藤純一様です。以上行列の紹介をいたしました。これよりその十万行列をお楽しみくださいませ。この格好は
行列だけなんで。